小雨ちゃん遅くなってごめんよ小雨ちゃん。外は今雨が小雨が降り出しました。でセクシャルバイオレットナンバーワン、意味は分からんだ。あの実はですね、今ですね朝からテレビ見たんですけど、なんか桑名正宏の偽物の長男が今いるそうですね。面白いな。ではあのやっぱテレビで出てたんですけど、なんか私は実は桑名正宏の長男ですみたいな感じで出てて、であの見た目はそっくりだそうなんですよね。であの実はうちの母が昔桑名正宏と恋愛してどうのこうのとか言って、やっぱ歌とか歌うそうなんですよ。でご飯とか食べさせてもらってるとか。で、あの桑名正宏とアンルイスの、あの子供さんが出てから、ね、ミュート君だ、なんだかな、まあ、あので顔がアンルイスそっくりなんですよね。ですから、なんか桑名正宏のその偽物、まあ、偽物じゃないかもしれないけど、その人の方が桑名正宏に似てるって。ただですね、一つだけあるのが、歌がすごく下手だそうです。いや、セクシャルバンバンワーン。はい、では今日も一日、頑張りまーす。さあ、発作も収まったことだしよ。はいはい、一応頑張ろうかな。はい、12月の今日、16日だったかな、まあいいか、16日。日曜日、7時まで営業。いつものお約束。今日も元気に営業中。よかしよかし。いやしかしいいな。でも桑名正宏懐かしかよな。おじさんたちの世代にはよ、意外と桑名正宏さんって歌が上手やったんですよね。あの人ですね、今思えば。やっぱいい人、本当に早く亡くしましたですね。やっぱあの本業と、あのなんかお父さんの土建業の仕事とタレントと二足のわらじで、それとやっぱ結構お酒が好きだったそうですね。やっぱだから50歳代の本当早い死でございました。しかしあの偽物長男いいな。頑張れよ。もう俺の偽物は出てこんな。はい、失礼しました。では、小雨ちゃんでした。